誓いの僕らが夢を追いかけるのは芽を出した好奇心の種が空を目指すから色とれ理研テクノスプレゼンツ今日は福島大学人間発達文化学類スポーツ芸術創造専攻4年の赤池千尋さんにお越しいただきました。赤池さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ早速ですが赤池さんは今どんな活動をされているんですか？はい、福島大学の自分の大学で、学生団体わだちという学生団体を立ち上げました。赤池さんが2016年に設立した学生団体わだち、2020年東京オリンピック・パラリンピックを通じて福島にレガシーを残そうという理念のもと、福島の学生の力でオリンピック・パラリンピック、そして福島県を盛り上げる活動をしています。2020年東京オリンピックに、福島で開催される野球とソフトボールがあるんですけど、それを盛り上げようということで活動しています。具体的にどんなことをやってるんですか？そうですね、マイナーなスポーツの紹介だったりとか、いろんなイベントの開催っていうのをしていますね。オリンピックに向けてどういう盛り上げ方ができるかっていうディスカッションの、イベントだったりとか、あとはメダリストの方を呼んで、そのスポーツを体験していただくっていうのをやってます。夢は2020年東京オリンピック・パラリンピックを通じ福島にレガシーを伝えること。その夢のルーツは、自分がもともと東京出身なんですけど、で大学だけ福島に行ったんですけど、その時にやっぱ福島って復興だったりとか、マイナスからゼロに戻す団体というのがすごい多かったんですけど、ゼロから1を作り出す団体というのがなかったんですね。でそこで、オリンピックも福島でやることですし、そういうところで、ゼロから1を作る団体を立ち上げたいなという思いでやりました。でそれが夢になって、団体の理念ともなっています。個人的にはこう団体を通して仲間たちといろいろ作り上げるというのが楽しかったんですね。で働いた後もそういう仲間たちと何かを作り上げるとか、何かを成し遂げるっていうのをやってみたいですね、まだやっぱり復興してないところとかもやっぱあ今も、あります。当時のままの町もありますし、今もあの町はそのまま手つかずの状態ですね。でだんだんそこに人が戻りつつあるっていう感じですね。なんでそこの町おこしのためにもそこであえてあのイベントやったりっていうことも、ありますね。今回の夢は2020年東京オリンピック・パラリンピックを通じ福島にレガシーをでした。次回はどんな夢に出会えるのでしょうか。科学の力のチャレンジメーカー理研テクノスがお送りしました。